さんこんにちは、ちみみチャンネルらしほです。はい、ということで今回はですね、シーンでね、この前ウィッグを買ってみたので、今回ねそのウィッグをつけていこうと思います。はい、ということで私ね、今ねちょっと髪がね、そう、これぐらいの長さなんですよ。これぐらいので、ロングにしたいなと思って、今回ね、ロングのウィッグを買ってみました。でね、評価とかは良かったの、口コミっていうのだから、あと私がね、どれだけウィッグをつける技量があるかみたいな感じだと思うので、つけ方がいまいちよく分かってない状態からやるので、まあ、ちょっとつけていこうかなと思います。はい、もともとの髪の長さがこんな感じでして、ちょっと肩につくぐらいの長さなんですけど、かぶってねいきたいなと思います。結構あるよね、結構の長さ。はい、かぶっていきます。でさ、ちょっとさかぶる用のさ買ってみたんだけどさ、どうつけるんって話なんだけど、あれどうしてつけるの？なんかかぶるんだよね、きっとね。でさ、なんかもう一個あったよね、ヘアバンドみたいなやつ。あ、そうそれをなんかここにおでこに巻いてた、ヘアバンドみたいなのをビッて。あ、なるほどね、あげちゃうんだと思う。そう。合ってる？うん、合ってる。で、これでこうやって髪を入れるんだよ。お団子にしようか、ちょっと。そうだね。とりあえずね、今生えてる髪をまとめるってことだよね。こうストッキングみたいなさ生地なのよ、素帽子みたいになってて、ね、うん、そう、これをかぶるんだってあ、そうそう、こんな感じだった。あ、いい感じ。動画、写真でこんな感じだったよね、多分。あ、そういい感じじゃない？いい感じ。ちょっと目があんまりほらつり上がんないようにしないと目がでもいいや、もうちょっとさ上じゃない、それだって前髪くるんだよ、そこ。おでこちゃんと出さないと。そういいね、いい感じ。これなら大丈夫じゃない。で、髪をかぶっていきます。髪をかぶります。どうかな、どうだろう。ちょっともう一回整えよう、ちょっと一回整えないとね、よし、かぶります、つむじがなんかずれてる。どこにあるつむじ？つむじ、ここ。あ、もうちょっとこうかな。こうか。あ、そう。もうちょっとこうやって。お、なんか長くなってきたよ。長くなってきた。あ、ちょっと。なんじゃね？髪は。もうちょっと髪。え、ちょっと待って。多いね、しほちゃん。ちょっと待って。でもいいんじゃね？どう？可愛くない？可愛い。可愛いじゃん。なんかこうその辺歩いてたのわかんないような。あ、なんか馴染んできたね。ここからこう見たらほら馴染んでる。うん。ちょっと後ろに座って。おお、長い。え、いいんじゃん。いいよ。お、いいじゃん、馴染むと結構いいんだね。ね。写真撮っていい？いいよ。え、やばくない？え、かわいい！やばい、かわいい！え、かわいいじゃん。インスタえぐい！インスタで盛れるね。超盛れるんだけど。え、普通の人みたいだよ。
通に長い子じゃん。だよね。やばい。ちょっと保存してくれ。やばいね。インスタやばい、えぐい。うん、髪長い、髪長い、髪長い。はい、ということでね、ウィッグ1回ね、つけてみたんですけど、どうでしょうか。今後ね、ちょっと研究して、お外とか、これでね、出られるようにしたいなと思います。今度プリ撮りたい、ログプリみたいな。うん、なかなか良かったね。うん、ね。思ったより、うん、これ確か3000ぐらいだっけ、うん、だよね。うん、イメチェンしたい方がいたら参考にしてみてください。してみてください。ということで、それではバイバーイ。TikTok も見てねー。